上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は2月7日、水曜日でございますね。クリーニングの日なんですけど、行かなかったです。でもですね、今日は、ですね、マダムの店にね、ご飯食べ行きました。はい。これですね。美味しそうでしょ。これね、チキンですね。昨日も唐揚げ食べたんですけど、今日も唐揚げね。でもこれなんか甘酸っぱい感じのね、なんかこう、タレが絡んでてね。美味しかったですね。だからこれあれですね、鰹節っていうんですかね、もう出汁が効いた。白菜とかね、いろいろこう、お野菜がこう入って、非常にこの美味しいスープでございましたね。温まりましたね。それで今日ですね、私マダムにですね、いつもね、200グラムぐらいあるんですよ、ご飯がね。それで、ちょっとね、お腹がね、ちょっとこう、いかんなと胃袋が大きくなっちゃってね。それで、150グラムね。ちょっと前まで私150グラム派だったんですよ。砂糖のご飯なんかもね。それで150グラムにしてくれないって言って、ちょっとね、小さくしてもらいました。それでね、ですんで、まあちょっとね、YouTube 終わったらね、かなりお腹すくと思うんですけどね。完食はしておりません。ね。ですね、今日のお花なんですけど、ラナンキュラスですね。綺麗ですよね。いろんな色のやつがね、こう咲いてますね。美しいです。まあ、結構いい値段するんですよね。それからこれね、これはですね、ミモザですね。まあ、これはもう花束にしてね、差し花でございますけどね。まあ、この黄色の、こういう色っていいですよね。ミモザ。ミモザっていうなんかお酒ありますよね。あれ、なんすかね。こっから来てんすかね。あれ、オレンジジュース入れるんでしょ？なんかね。よくわかんないですけどね。はい。そういうことで。で、今日、ナベちゃんですね。ナベちゃん、動きがないっすよ。なんせこう寝てたんでね。これこう撮ったら、ビャンと起きてね。怒るんですね。ピコって言いますからね。iPhone がね。今日はですね、ほとんど動きませんよ。ねえ、ナベちゃん。なんだお前みたいな。また映してるかみたいなね。ああ、もうね、ラブちゃんのファンが多いからね。毎日映さないといけないのよ。ね。それにしても胸のあたりの毛とかすごいでしょ。だからもう毎日ね、掃除機をかけないとね、大変なことになるんですよ。ね。もう毛玉があちこちね、こう固まっちゃってね、ふわふわしてるようなことになっちゃいけないんで、ね、毎日掃除機、朝起きたらすぐかけるんですよね。ね、めんどくさいことを先にすると朝起きてね。それが私の主義でございますね。で、一つ一仕切り終わってからちょっとコーヒー飲みながらね、プルームを吸うというね。で、ニュースを見ると。パクパクしてますね。パクパクね。ということで、本日のラブちゃんでございました。癒されましたでしょうかね。はい。で、今日はですね、日経平均ね、なんか、ちょっとこう、一時期えらい下げましたよね。こんなね。すごい下げて。でも、3万6000は割らなかったんですよね。これ、ずーっと、終わったんですかね。割ったのか。3万5000ぐらいまで来たんですかね。そうですね。で、割って、ずーっとまた上がってきて。だからやっぱこの辺のね、下がったところは買うんですね。やっぱり一応新NISAもありますしね。なんか株式にね、非常に意識が向かってますよね。いいことでございます。昨日ニューヨーク結構上げたんですけどね。日本はなんか下げて始まったんですよね。というような、まあ、感じでございますね。んで、トピックスもちょっと上げてますね。からグロースが下げてますね。グロースダメですね。ドル円なんですけど、148銭。あ、ちょっと、148円11銭。148銭で困りますよね。148円11銭ですね。うん、ちょっと、やっぱりまた円高方向ね。まあ、やっぱ為替の影響もね、結構あるんですかね、これね。この朝方下げたのはね。というような、まあ、感じなんですけど、今、先物 CFD ともに、まあ、小動きですね。大きな。まあ、ちょっとマイナス方向ですけどね。それから、10年債の利回り 0.708 で 0.7 を維持してますね。日経 VI ね、19.39 と、日経平均が下がると、恐怖指数も下がるという。変なのって感じでね。変なのが続きますよね。それから、SBI の上部ね、なんか SBI なんか、いい決算出てましたよね。株手数料ゼロ化とか、新NISAで顧客基盤加速度的に拡大してると。よかったですね。SBI やってる方多いですよね。私は株 .com 証券一筋なんですよ。これでずっとね、何十年もやってますからね。それからですね、ソフトバンクの宮川社長がPayPayに黒字化後の上場を助言したということですね。うん。
これいいですよね。お金入ってきます。LINE ヤフーにね。それからですね、このニューヨークの地銀ね、NYCB ってところ、これがね、なんかもう、商業用不動産ね、あれがなんか焦げつくんじゃないかということで、なんかは 27% ね、まあなんか株が下がってるみたいですね。それから、日鉄の US チールの買収なんですけど、これなんか予定通り行くんですかね。なんか行くような雰囲気ですね。まあアメリカが反対しなきゃね。日本製鉄の通期事業利益予想を8000億円二乗法修正、マージン改善と。すごいですよね、日鉄ね。うん、いいと思いますね。鉄のね、原材料しか、そういうのも石炭とか、コークスにするね、そういうのも下がってるんで、マージン改善しますよね。それから、まあ、あとはそんなとこですかね。うん。そういうことですね。中国の1月の新車販売台数、前年同月比 47% 余り増加と。EV が伸びてるということですね。BYD ですかね。っていうような、まあ、ところですね、ニュースはね。それから、ダウでございますけど、昨日141ドル上げて、38,521 ドルですね。ナスダックもちょっとだけ上げましたね。それからナスダック100も1万7000ポイントを保っております。S&P500 は4954ポイントということで、これもプラスですね。それから、先物は今、うん、まあ、よくわかんないですね。先物は上げてますけど、CFD は下げてますね。いうのはわからんですね。それと、ユーロドルですけど、1.07 ね。うん、変わんないですね。ドルインデックス104。原油が73ドルですね。ちょっと上がってきましたね。それからビックス恐怖指数ですけど、13.11 と、まあちょこっと上がってますけど、まあほとんど小差範囲内で。うん、まあこの NYCB の話もあるんですけど、そんなに恐怖がね、あるってわけでもなさそうですね。まあニューヨークの商業不動産かなり下がってることは間違いないですよ。何か、なぜか、オフィスに日本人と違って戻ってこないらしいですからね。ニューヨークね。ということで、なかなかね、まあ、そこに、あれでしょ、借り入れをしてね、ビルのオーナーね、でやってるんで、で、まあ、賃料が入らないと、まあ、借り換えができなくなりますよね。まあ、そんなことでね、なんかちょっと、不穏な感じみたいですよ。ね。私もビルのオーナーじゃなくてよかった。ね。ビルを買うっていうのめんどくさくないですかね、あれね。まあ、でも儲かる人はすごい儲かるっすよね。まあ、慣れないことはやらない方がいいと思います。はい。それで、ちょっとね、視聴者さんの方から、ですね、まあ、ちょっと本題に入る前に、ちょっと二つほどね、ちょっと話題をね、訂正とね、それから話題ですね、いうのをやりたいんですけど、まずこの LINE ヤフーね、これ私見逃してたんですけど、ここにね、視聴者さんが指摘していただいて、本当ありがとうございます。こういうのをね、まあ、やっててよかったなと思うのは、こういう時ですよね。まあ、自分じゃ目が行き届かないんで、まあこうね、見ていただける人がいて、で、まあね、こう指摘していただくのはすごくありがたいことで、本当に、ありがとうございますということで。これね、デッドホールディングス株式会社、2021年度第1回新株予約権の取得に関するお知らせということで、これはですね、これなんですけど、1月16日にですね、井出沢さんの名前でこれ、リリースが出てまして、まあ、デッドホールディングスというのは LINE ヤフーに変わる前ですよね。発行したのは2022年の1月14日みたいですね。でも一応2021年度第1回新株予約権で、まあ、2022年度って2021年、年度ね、決算期で今そういうことになるんですよね。それで、これですね、本株式予約権は、公式期間の満了に伴って会社法第287条の規定に従い、その全部が消滅いたしますと。だからね、予約権を全部ね、取得したらしいですよ。会社がですよ。あ、それ知らなかったです。これがね、730何円かなかったんですけど、まあ無理だな、ということですよね。諦めたんですね。これ、そもそもですね、ここですよ。取得を行う理由は、プライム市場の上場基準ですね。これへの適合に向けた、流通株式比率を上げようということでですね、それとあと、まあ、資金調達ですね。それで、まあ、この新株予約権を、まあ、ね、発行してたんですけど、まあ、ものすごい数ですよ。ね。10万3000個。で、1個あたり1000株ですからね。ものすごい数です。なんですけども、まあ、一向に株価がそこへ来ないと。ね。公式価格にね。それで、まあ、本新株予約権を発行して以降、当社の株価水準が公式価格を下回って推移した結果、
その行使期限が2024年1月16日前だったんですね。それで行使が行われなかったために、本新株予約権の発行要項に従って、行使期間の末日に発行価格と同額にて当社が取得することになりましたと。ということで、なお本新株予約権は、行使期間の満了に伴い、会社法287条の規定に従って、その全部が消滅します。ですから、希薄化は起きないですね。ということで、本新株予約権の取得及び消滅が、2024年3月期の業績に与える影響は軽微であると言ってますね。ですから、まあ、何が何でもね、700円台まで来なきゃいけないと。まあ、私はもう思い込んでたんですけど、まあ、こう消滅したのはね、ちょっと見落としてましたね。1月16日のね。本当に、ですね、視聴者さんのね、おかげでございます。もうね、今ね、7500名ぐらいの登録者さんがいらっしゃるんですけど、まあそういう方々がね、もうみんな見ていただいて、あ、これ間違ってるよ、ゆるゆるさんみたいな感じでね、送っていただくのは本当ありがたいです。うん。お礼を申し上げます。ということで、ちょっとね、LINE アフの状況は、まあちょっと変わりましたけど、ただ、先ほどもありますようにですね、ペペですね。これがまあひょっとしたら、あれですね、上場するかもしれないんですよね。ですので、まあそうするとお金結構入ってきますんで、まあそうですね、今日まあ結構下げてますけど、まあ、私300円前半で持ってるんで、まあいいかなと、まあ、思っております。LINE とね、あとまあペペ、これをまあ持ってて、で、ヤフーも持ってるわけですから、まあこれはね、うん、まあ、潰れることはないなというふうにまあ思っておりますので、水準差 0.64 倍ですね。社債ちょっと見てみましょうか。社債の発行は、銀行の預金、法人所得税、繰り延べ税金負債。社債はなんかないですね。社債なさそうですね。ということは、まあ、純粋に、あれですね。まあ、借り入れも少ないですし、まあ、いいんじゃないですかね。まあ、有利子負債結構ね、ありますけどね。これは、100万円でしょ？そうすると、1兆9286億ね。まあでも銀行事業もやってるんでね。まあ大きいですよね。銀行の預金だけで1兆6520億ありますからね。というふうには思いますけど、まあ今日下げてますよね。さすがにね。まあでも私は長期的に見て、まあなんか良くなっていくんじゃないかなと今のね、選択と集中の方針ですか。まあそれが、まあ進んでいっていることが見えるんで、うん、私はいいかなと思います。問題はペペだけですね。でも一応調整を EBITDA で、まあ利益が、こうちょっとね、計上できるようになってきてますので。あとはまあちょっとどっかでね、ペペの加盟店の手数料ね、これをちょこっと上げるだけです。ちょこっと上げるとね、良くなるというふうに私は、まあ、踏んでますけどね。あとね、ですね、ユナイテッドアローズですね、まあこれもこの間まで持ってたんですけど、まあ私手放したんですけどね、もうどうもこれ以上難しそうだなというふうに思ったんですよね。それでこれ、C12 月第3クォーターの計上ですね、6% 減益で、直近のこう10、12月ね、これも 17% 減益ですよね。やっぱね、あれですね、ちょっとアパレルはやっぱ厳しいっすよね。これからね。この1月の既存店売り上げ2ヶ月ぶり前年上回るって言ってますけど、1月っていうのは、まあ、飽きてあんま儲からないっすよね。だから基本的には、12月がやっぱり儲かんないと話にならないですよね。あと11月ですね。なので、やっぱ、C12 月期はやっぱ厳しかったんだなというところが伺えますよね。と、この既存店のとこですけど、まあずっとね、上半期ずっと良かったんですよね。既存店がね。それで、そうですね、10月ぐらいから割れ始めて、まあこう暑かったですからね。で11月はまあ寒かったんで、まあ2桁いってますけど、12月が 99.2 ですね。というふうな感じになってますから。これ結構コストアップしてる感じがなんかしますね。これだけ見るとね。そんなにめちゃめちゃ割れてるわけではないんですよね。ですけど、やっぱこう、ちょっと売り上げの客数は、まあ、客数もギリギリの感じになって、1月まで 99.6 で、客数割れてますよね。で、客単が、まあ、相変わらずいいですね。107ですね。客単価で持ってると、普通これはですね、利益は取れるはずなんですけどね。なので、まあ、ここでですね、なんていうんですか、17% 利益がマイナスになると、こう、10、11、12でね。ということはですね、まあ、これ、前提ベースがこうマイナスが大きいでしょ、結構ね。
ということは、まあ、出店をして、まあ、中国に出すとか言ってましたからね。お金かけ、お金かかってっすよね。販管費が。多分そうじゃないかなと。まあ、詳しくは見ませんけどね。もう私、持ち株じゃないんでね。で、これからはね、ちょっと、まあ、厳しいと思いますよ。ゆえさんね。ちょっとこう、中国出店っていうのは、まあ、それ聞いただけで、ひえーと思ってね。何考えてんだと思って。無印良品もそうですけどね。良品計画もね、あれはいつか月がね、回ってくると。まあでも上がってますからね。持ってた方は良かったんじゃないですかね。まあブランドという意味で持つには、まあ、まあいいとは思うんですけど、私はね、もう中国出店ね、で国内の利益が全然ダメというところが気に入らなくて、ね、推しではなかったんですよね。だけどそれと株価は、まあやっぱりね、相反するところがあるよと。ね、今のところ中国で儲かってますからね。というふうに思います。でですね、今日はですね、私の保有銘柄、一銘柄ですね、芽吹きフィナンシャルグループ、常陽銀行と足利銀行ですよね。なんかね、その二つの銀行を合わせて、量子銀行とかいいんですよ。量子っても、量子コンピューターじゃないですよね。両替の量に子供の子を書いてね、子会社二つって意味ですよね。なんかそんなような呼び方をするみたいですけどね。で、ここのですね、まあ、決算ですね。が、まあ、出まして、まあ、それについてですね、まあ、ちょっとお話を、まあ、したいなというふうに、まあ、思います。で、これ、ニュースをこう見てみますと、はい、こんな感じでね、出てますね。で、芽吹きはですね、433円ですね。で、PR は11倍で、PBR0.47 ということで、利回りも大したことないです。2.77% ね。まあ、これ私、いっぱい持ってるわけではないんですけど、まあ、まあ、ベースライン、池田選手ぐらい持ってます。ね。これと、まあ、芽吹きが同じぐらいですね。でも、利益入れてるのは、北洋銀行と、こいつとね。だからもう、これはもう、あれがありますから、何ですか、ラピダスがね。それから、九州フィナンシャルグループ、熊門ですね。なんか、九州フィナンシャルグループ、もう売られた方がいらっしゃるみたいですけどね。なんか、売っちゃいました、つってね。伊勢丹も売りました、と。伊勢丹よくね、ここまで持ってらっしゃったなと思って。うん。いい決算が出て、それで売るっていうね。そういうパターンって結構あるっていうことですよね、結局。ということで、まあ、これからもね、九州フィナンシャルグループは良くなっていくと思うし、まあ、北洋銀行もですね、まあ、大丈夫じゃないですかね。まあ、銀行もうほとんどここですから。ね、北海道はね。って思ってるんですけどね。で、芽吹は何と言ってもですね、茨城県と、まあ、栃木県ね。まあ、栃木県もそうですし、茨城県もそうですけど、首都圏の、まあ、近郊でですね、それで、そうですね、普通ですね、この、池田選手銀行なんか大体まあ、預金がまあ5兆円ぐらいですよね。で、芽吹はですね、その倍ぐらいあるんですよ。で、当然その貸し出し先もですね、そのまあ、茨城を中心にして、まあ工場であるとか物流であるとか、そういう会社がいっぱいあるわけでしょ。まあ栃木もそうですよね。なんでまあそういうところにですね、栃木でしたっけ？茨城でしたっけ？なんか工場、半導体の工場またなんか来ますよね。なんかそんな話もちょっと聞いた覚えがあるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、非常にいい立地で、商売してるんですよ。で、なかなかですね、その茨城とか栃木みたいなところに、あんまメガバンクはね、ガシガシ行かないんですよ。メガバンクは基本的に、東京と横浜と、あとはまあ、大阪、名古屋ですね。そういう感じですよ。なので、まあね、空白地帯で私はいい地銀じゃないかなというふうに思ってます。まあ、自己資本比率、黒人に定める自己資本比率も、確か 13% ぐらいあったんで、まあ、リスクアセットに対する備えも大丈夫だなと思ってこれ投資したんですよね。ただまだこれ割安です。全然。評価されてません。ね。芽吹フィナンシャルグループですね。が2月7日大引け後、15時ですね。に決算発表した後。24年3月期第3四半期累計ですね。C12 月期の連結計上利益は、前年同期で 2.1% 増の466億円となって、通期計画の575億円に対する進捗率は、81.1% に達したものの、5年平均の 88.6% 下回ったと。言ってんですよね。しかしながら466億から175億でしょ？そしたらあと111億ですよね。まあそれがいいかどうかっていう話ですよね。で、こうカプタンがね、意地悪いこと言ってんすよ。てかよくわかってないっすよ。会社が発表した第三四半期の累計の実績と、据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1、3月期。第4クォーターですね。これの連結計上利益は前年同期比で11倍になると。ね、108億円。11倍だと言ってんですよね。だから、前期はこの10分の1しかなかったじゃないかと。まあ、10億円ぐらいですよね。簡単に言うと。それがいきなり11倍になるって、どうなんだみたいな感じですよね、これだとね。
直近3ヶ月ですね。これも大事なんですけど、10、12月期第3クォーターですね。連結経常利益、前年度比で 87.3% 増の130億円で非常に順調なんですよね。というようなことでございます。それでですね、まあ、ここはですね、そうですね、経営統合は2016年ですね。これね。常陽銀行って、あれですよね、茨城からあと千葉までカバーして、あと栃木にも一部行って、あと東京にも行ってっていうような感じの銀行なんですよ。まあ結構古くからある、なんか銀行らしくて、まあなんかね、気ぐらいも高いと。いうようなね、なぜ水戸藩ですからね。ははは、気ぐらいは高いですよね。桜田門外の兵みたいなね。っていう感じでね、幕府何するものぞみたいなね、そんな感じでございますよね。何しろ水戸のご老公ですからね。2016年にまあ上場してですね、こう合体したのは2017年3月期の数字だと思いますけど、2132億から2623億、2881億と、まあ、上ってきたんですよね。で、ここ最高、こう、まあ、最高益が2017年3月期、最終利益で、出てますよね。1584億ね。で、2019年ですね。この時は、まあ、経常益が、まあ、6695億ですか。これ出てますよね。ここはなんかちょっと、なんか負ののれんかなんか出て、発生益が出たんじゃないですかね。で、その後、ちょっと足踏みですね。2020年3月、2827億ね。それから2021年3月、これコロナだと思いますけどね。売上に減りましたよね。2747億。それでもまあ、利益はしっかり出してるんですよね。541億ね。で、2022年はさらに下がって2680億になって、それでもまあ、利益の方はプラスで649億と。ただし、その翌年ですね。昨年ですね。昨年の3月の決算はですね、売上がすごかったんですよ。3294億いったんですけど、なんか、この経常益が466億ということで、えらい下がってんですよ。これで今期はですね、それを上回る、まあね、575億と。で、最終利益400億ということで、まあこういうふうに掲げてるんですよね。これ行くかどうかっていう話で。これだけ見るとね、すごいでしょ。こう3倍とか行かなきゃいけないですよ、下期に。経常益でね。でですね、直近これめちゃいいんですよね。87.3 ね。前期に問題があったんじゃないかと。やっぱこう思うんですよ。だってこれ10、12月期でしょ?それが、こう前期で見ると69億しかないんですよね。で、もっとひどいのは1、3月期、9億8000万しかないんですよ。これ、大丈夫かなこの銀行って感じじゃないですか。なぜこうなったのかと。ね。一株純資産849円ありますからね。んで、もうこれはもう倍はいかないとおかしいっすよね。どう業績が好調にならないと、どうにもならないですけど。それでこれですね、何を見たらいいかというと、ちょっとね、去年ですね。去年をちょっと読解してみるべきなんですよね。というのもですね、去年ですね、これ、第3クォーターなんですけど、2022年度第3四半期の決算ということで、これ決算概要いつも出すんですけど、この FG の連結純利益っていうところですね。これが大事なんですよね。純利益、最後は純利益ですから。で、これがですね、318億円で、前年同期比でマイナス66億円なんですよ。ね。第3四半期累計ですからね。だから第3四半期単独ではですね、ものすごく利益が出てないんですよ。ね。要するにここで見たようにですね、69億ですか第3四半期単独、こんだけしか出てないんですよ。それで、次9億8000万でしょ第4四半期。次はもうね、9億8000万ですから、ちょっとそこら辺をね、究明したいなと思うんですけど、これね、そもそもこの時のね、第3四半期、去年のですよ、前期ですよ。前期の第3四半期ですね。この時のマイナス66億円の、その原因は何かというとですね、この有価証券の関係損益なんですね。マイナス147億円ということで、これは業務純益からですね、これが引かれて、ね、いろいろ、オーバーヘッドレシオもありますから、こんなになってるんですよ。これが最終利益ですからね。それでですね、ここはまあ書いてるのは本業の収益力を示すコア業務純益。ね。銀行合算ですね。まあ、常用銀行と足利銀行です。これは前年同期で10億円の増益だったんだと。ね。ここは。プラス10億円だったんだと。ね。言いたいんですよね。10億円じゃないですか、たったね。で、引き続き、対抗益務。これはまあ、要は手数料収入ですね。の増加及び経費削減が牽引して増益基調を継続していると言ってんですよね。だけど、国内外の金利上昇等を踏まえですね、特にアメリカですよ。来年度以降の基幹損益の改善に向けて、ね、外国債券及び国内債券を売却して、
それでですね、損を出したんですね。危ないな、とこれは。ね。どんどん利上げしていったでしょ。だから、もう、叶わんな、ということで。それでですね、債券を売却してですね、有価証券関係損益、これをですね、147億円マイナスで計上してるんですよね。関係損益ね。そうですね。まあ、これ売却したんですから、損失が確定したから上げなきゃいけないし、これね。で、まあ、連結純利益は66億円減益の318億円ということだったんですよ。ね。だけど、これがですね、次の第4クォーターね、どうなるかというと、これなんですけど、ね。これはもう、去年の3月期の最終クォーターのね、なんか通期の決算ですね。これはですね、さっき見た、ここの、当期純利益ね。当期純利益はですよ、これね、これちょっと、これね、66億のマイナスだったのが、これ、107億のマイナスになってんですよ。ね。で、321億円ということで、要はもう全然プラスしないと。そしてこの有価証券関係損益のところを見てみますとですね、マイナス270億円になってるんですよね。で、これの前の時がですね、第3クォーターが147億円ですから、まあざっくり130億円ぐらいさらに売却して損失を出したってことになるんですよね。ちょっと見ますと、予対収支の改善及び役務手数料の増加、経費削減で、本業の対顧客サービス利益は前年度から大きく増加と。あ、110億円ね。そうそう。えらい増加してるんですよ。だこれを見たからね。まあ、こう、大丈夫かなと思って私も投資したんですけど、経営統合以降の、まあ、最高益を計上したって言ってますよね。だからこの傾向は、まあ、続くだろうと。あのね、地銀でね、投資できるところって、そんなには私はないと思ってます。で、やっぱり産業が活性化するようなところですね。そういう立地のところ、これがですね、を見つけることが、まあ、まず、いの一番に大事だと思うんですね。その証拠に、九州フィナンシャルグループ、まあ、熊本県経済の活況に伴ってですよ。でとにかく、すごい、あれじゃないですか。株価上がってるでしょ。もう、あれ私2倍でございますから、もうね。ね。割と、それはね、儲かってます。で、やっぱね、それってね、そんなにはないんですよね。なんで、で、しかもですね、その銀行っていうのは、貸出金がね、すごく、それなりに、まあ、5兆円は咲いてないと、まあ、預金がですね、そうしないと貸し出して稼ぐってことが、まあできないですね。貸し出しの利材が今薄いですからね。というようなことがございます。それでですね、これちょっとね、ただしですよ、外貨調達コスト上昇による有価証券と収支、利材の減少ね。それからリスク抑制及び期間損益改善に向けて国内外の債券を中心にやっぱり売却したんですよ。ね。あかんなと。で、有価証券の関係損益をマイナス270億円計上したと。まあ130億円。第3クォーターに147億円。プラス、あと130億ですね。第4クォーターに、またさらに売却してるんですよ。これはね、非常にいいと思ったんですね。負の遺産を整理すると、資産を整理するとですね、プラスに転じやすくなりますからね。なので、結局ですね、さっきカブタンで見たんですよ。第4クォーターの、ちびっとした利益ね。ちびっと。この、あれですよ。ここね、9億8000万。これは、もうこの前にね、有価証券っていうか、まあ、債券ですね。債券の売却損が入っているから、まあ、ああいうですね、経常利益に今なっているというような、まあ、ことなんですよね。ということで、まあ、親会社、株主に帰属する特殊利益は前年比107億円、減益の321億円になったと。だけど、これで下がった分ですね、ここは買い場なんですよね。で、次はもう単純に、これ、もう売却はね、ほぼほぼこれかなりやったと思うんですよ。だから、まあこれ以上はね、まあ売却しなくて済むだろうっていうのはね、やっぱりその預金に対して、まあその、あまりにも大きくですね、その債券に依存していると、やっぱりリスク高いじゃないですか。で、信用不安とか起きますよね。で、いざ取り付け騒ぎみたいなことになった時に、慌てて債券を売るようではですね、あ、もう大変なことになるわけですよね。だから、まあ信用不安が起こらない。要するに、ね、有価証券の含み損をですね、ものすごく抱えてると、あの銀行危ないんじゃないかって話になるわけですよ。で、それで取り付け詐欺が起こるんですよ。で、それがなければですね、売らなきゃ損失は確定しないんで大丈夫なんですけど、やっぱりね、お金がなくなるから、売らざるを得ないんですよ。資産をね。だって、預金で、ね、その、債券を買ってますからね。まあ、そういうことなんですよね。それでまあ、今回ね、まあ、当期純利益、この 3月ですね、の決算ではまあ、400億円を予想してるんですね。321億から400億になるってことです。だけどね、これは、前期比で100億円減ってますからね。ここの前の期の利益はね、
だからまあこう400億円いったって、7割が、8割方しか取り戻さないんですよ。7割ぐらいですかね。というようなまあ感じなんですよね。これが実態でございます。なので、先ほどカブターにありましたように、あの11倍増益っていうのはですね、それぐらいいかないと、おかしいんですよ。ね。簡単に言うとですね、まあ、130億積みましたので、ここで147億でしょ。ここで130億ね。要するに売却、有価債権売却して、損失を出してますからね。ですからまあ、どこら辺を見れば一番いいかなというとですね、まあ、この辺見たらいいんじゃないですかね。20年の、まあ、1、3月とか。もっと前見てもいいかな。なんかここでも1、3月悪いっすね。93億ね。まあ大きく、とにかく伸びてるのは、87.3 っていうのは、まあ発射台、前期のここがね、10、12月期。これが、前期のここね。これが低いんですよね。それだけの話です。だからこれ100億円ぐらいは出るね、力があるんですよね。四半期でね。まあいい時は200億円突破するっていうね、経常利益。それでですね、まあこの2024年の第3クォーターの数字を見てみますと、第3クォーターでですね、323億円ですね。プラス5億円ということで、これ市販基準利益ですよ。それで、対顧客サービス利益っていうのが357億あって、有価証券の収支ですけど、192億ね、合算。前年同期でマイナス123億って意味がよくわかんないですけどね。余震コストは11億円ぐらいですね。で、ROE 4.6 ってなってますけどね。ですね。で、親会社株主に帰属する市販基準利益は、前年同期5億円増益の323億と。通期業績予想に対する進捗率も 80% を超えて、計画に対して順調に進展していると。本業の収益である、対抗サービス利益も増益トレンドを継続し、また信用コストも前年同期から35億円減少するという落ち着きた動きと、そこを減少しているということですね。信用コストね。コストがね。それで、あとですね、そうですね、78億いけば400億のこのターゲットいくんですよね。なので、これは手堅いじゃないですかね。好調な、まあ、対顧客サービス利益が出てますからね。で、あと、有価証券でね、売却して損失を出さなきゃね、大丈夫かなというふうに思いますけどね。まあ、これは、ここを見るといいと思います。メブキフィナンシャルグループ連結ね。粗利益から始まりますよね。1140億円ですね。それで、資金利益。これは、ま、貸し出しですね。これが1071億ということで、貸し出しから得る部分が大きいですよね。役務取引っていうのは手数料ですね。335億。と、業務利益で、マイナス270億ということで。これまあちょっと後で見ますけど、ここはまあ国債とか入ってますね。それから、オーバーヘッドレシオね、経費ですね。802億ですね。余震コストが26億だから小さいっすよね。前期比からマイナス34億してますね。いや、これすごいと思いますね。で、株式と関係損益、これが140億プラスですね。これは前期は株式もっと儲かったんですね。うん。それで、経常利益は466億ということで、特別損益入って、まあ、親会社に帰属する市販基準利益は323億になって、プラス5億円と。まあ、あんまり、なんすかね、すごいなというような感じじゃないんですけど、うん、まあ、手堅く利益をまあ出してるなという感じがしますね。ですね、ここは、リース会社、証券会社、それから、信用保証ですね。そういうの持ってますし、あとカードもあるんですよね。まあ、でも、どれも、まあ、そんな大したことないっすね。はい。やっぱ銀行業ですね。まあ、これですね、2019年をボトムにですね、対顧客サービス利益、まあ、貸し出しも含めてですよ。で、これがですね、成長トレンドを継続してると言ってますね。2023年度第3四半期前年同期、プラス27億。円価、外貨、貸し出し金利息の増加が牽引してると。外貨の貸し出しもやってるんですね。対抗サービスが、ビューって言ってますね。これはいいですよね。ね。で、有価証券の収支は、まあ、下がってると。まあ、そうですね。それでいいと思います。有価証券ってのは、債券が入ってますからね。で、コア業務純益が、まあ、上がっていってるというような、まあ、姿ですよね。で、第三四半期はちょっとコア業務純益落ちたんだけど、顧客向けのサービスに関しては、まあ、上がっているということが言いたいみたいですね。それからですね、貸出金ですね。これすごい重要で見とかなきゃいけないんですけど、伸びてますね。貸出金の末算は前年同期でプラス5524億円。これは大きいですね。
で、伸び率は年率 4.7% ということで、前年同期実績のプラス 2.9 から大きく伸長と。法人と公共が牽引って書いてますんで、まあ、結構ね、資金需要が、出てきてますね。このエリアね。そうですね。栃木、茨城、それから千葉、あと東京の一部ですね。で、第三四半期累計での国内貸出資金利息は経営統合以降初めて増加に反転と。資金利息が、利息が上がったってことですね。利息、利率がね。そういうことですか。貸出資金末残ね。これすごい上がってますね。5000億はでかいっすよ。ね。そうですか。すごいと思いますね。それから、末残の増減ですね。これ法人がすごいですよね。やっぱね。プラス3888億ね。それから個人が837億ということで。やっぱ法人が多いところが芽吹きのやっぱ強さですよね。うん、いいと思います。公共部分も、まあ、プラス798億円になってますね。それから、個人法人の貸出金ですけれども、個人は、住宅ローン、無担保ローン、ともに増加基調が継続と。うん、いいですね。特に無担保ローンは伸び率を年率 7% 台からプラス 13% 台を大きく伸長と。無担保ローンね。無担保ですからね。利率は高いですけど、大丈夫ですかね。余震関連費用増えるじゃないですかね。法人貸出金も年率プラス 6% 台へと伸び率を拡大したということで、そうですね、住宅ローンね。住宅ローンが4兆8574億円もあるんですか。すごいですね。それから個人の無担保ローンが、まあ、2239億なんで、まあ、大したことないですね。教育ローンとかマイカーローンですね。これ無担保と言いますけど、担保ありますよね、一応。マイカーとかね。教育ローンだと、お父さんの給料とかね。あと、カードローンね。まあ、これはまあ、積まなきゃいけないでしょうけどね。それから、法人の企業別の末残っていうのがありまして、大企業がですね、すごいんですよ。13.2% プラスなんですよ。2372億円。だから中小企業も、まあ、増えちゃいるんですけど、この大企業の伸びがすごいですね。だからやっぱり大企業はここに血のりを感じてるんだと思うんですよね。そういうことかなというふうに思います。それからまあ、ここに立地する大企業が非常に資金需要が旺盛になってきてると。つまりこれ設備投資をやってるっていうことなんですよね。だからまあ今後ちょっと芽吹さんは目が離せないかもしれないですね。うん、芽吹くかもしれない。それから地域別ではですね、面白いんですけどね、これ地元がですね、4.2% のプラスで1456億なんですけど、都内。都内がプラス 11.3 で2432億円ですよ。だから、これ都内なんですけど、貸し手は、都内の会社ですね。大企業ですから。だけど、ね、茨城に倉庫作ったりとか、なんか、あれですよ、栃木に倉庫作ったりとか、工場作ったりとか、そういう設備投資のお金をですね、まあ、東京都内に本社がある大企業にまあ貸してるから、こういう姿ですね。大企業がボーンと伸びて、それで、都内がボーンと伸びてると。っていうような感じですよね。まあ、地場っていうと中小企業になると思いますからね。まあ、でもまあ、一応茨城にもね、日立とかありますからね。うん、本社がね。本社東京に移してるかもしれないですよね。わかんないですよ、これ。まあいいんですけど、深く追求してもしょうがないんで。で、貸出金の利回りですね。予対金利息差は円か外貨とも、貸出金利息が大きく増加して、前年同期で46億円になったと。で、有価証券等の収支ですね。これは市場調達費用等の増加で、前年同期マイナス111億円と。引き続き貸出金残高の積み上げ、有価証券ポートフォリオの再構築、まだやらなきゃいけないですか。大変だな。もう売却しないでくださいね。有価証券って何持ってんですか。困ったもんだな。貸出金の利回りはすごいことになってますよ、これ。国内プラス国債っていうのは、まあ、あれですね、海外向けですよね。これ、足し合わせると 0.97 なんですね。うち国内が 0.9。だから、芽吹きの貸し出し金利って高いですよね。確か、三菱 UFJ が 0.81 ぐらいでしょ？で、三井住友が 0.85 とか 0.83 なんで、まあ、これ高いっちゃ高い貸し出しで、これで借りて、貸せるんですね。すごいですよね。それで、国内と国債を足すと、まあ、海外の方はもう 4.97 とかになるんで、で、ね、外貨を調達するのに、ね、まあ、調達費用が、ね、かかるってことですよね。言わんとするところはね。で、まあ、足し合わせたら 0.97 の利回りがあるということで、まあ、これはまあね、利益を生みますよね。というようなことのようですね。
ね、預金マート残高ね、これでも大事でございます。貸出金同様にね、貸出金は5000億以上増えてますけど、預金もですね、3831億円、年率プラス 2.2% いいですね。個人預金はコロナ収束による消費回復等で伸び率は縮小したと。そうですね。個人、これ、個人多いですね。すごいですよね。もう、常用銀行さんにずっと、ね、取引してるっていう人が、もう、茨城とか、まあ、足川銀行もあるんで、栃木多いんでしょうね。まあ、ATM ありますからね。一応ね。それも大事ですよね。この法人ですね。これが結構伸びてますよね。1512億ね。なるほど。まあね、貸すときにね、ちょっと、預金してもらえませんかって。バーターだったりしますよね。しかしながらこれすごいですよね。伸びてますね。というようなことで、まあ法人がですね、プラス2169億円ね。で、個人がプラス1898億円ということで、まあ金額的にはね、その法人の伸びは高いですよね。というふうに思います。それから預かり資産ですね。これはですね、投資信託、保険、こういったものですね。前年同期でプラス1588億で年率でプラス 7.4 と。証券もこれは全部ガッチャンしてますので、証券部分もあるんですね。一番上がね、証券ですね。証券はこれ第3クォーター前期末で減ってますね。預かり資産の残高に関して言うと、前期から 7.4% 増えてて、うちですね、2兆2927億円ですよね。そうですね。それで、芽吹証券ね、これ証券会社はこう減ってますね、3873億円。前期からね。だいぶ取られてますね、SBI とかに。楽天証券とかね。それから、伸びてる、国債が1431億円。ああ。そらしょうがないですよね。外貨預金が1107億円ね。保険が9166億円。これでかいですね。1兆円ぐらいですね、保険。芽吹の保険ね。いや、これ予想外ですよね。で、投資信託。これが7349億円ね。この投資信託と保険が伸びてますね。うん。だけど、手数料ですね。これは減ってるんですね。とね。まあ、しょうがないですよね。証券は維持されてますね。でもね。それで、国債等はほぼなくて、まあ、ないですよね。利回りなんかないもんし、当然ですからね。それで、保険もなんか、そうね、預かり資産としては増えたんだけど、手数料は減ってますね。33億8000万ね。で、投資信託。あ、これが増えてますね。49億から54億ね。というような、まあそんな感じですね。まあ、投資はこれから増えていくかもしれないですね。これ、まあ、この辺はすごい良かったんですよね。あ、仕組みサイトがやった時ですね。多分。ね。あれはちょっと、芽吹もやってたんでしょうね、きっとね。怒られちゃってね、金融庁から。ね。ということで、まあ、この後はまあ、細かいやつはまあ、どうでもいいです。有価証券、運用、政策、保有株式ね。まあ、ここもちょっと見とかなきゃいけないですね。国内外の金融政策、株価動向等を見据えた有価証券ポートフォリオの再構築を継続と。継続？まだ終わってないですか？円価外貨の固定債及び国内株式等を売却し、なるほどね。有価証券関係損益110億円を計上と。なるほどね。ちょっと計算しながらやってるんですね、今回はね。ね。前期は慌てたんですよね、きっとね。これはまずいぞ、みたいな。ね。それで、松山ですけれど、一番下が国内の債券ですね。それでも2兆円以上持ってますよね。うん。で、外国債券が7430円。ただね、しょうがないですよ。これ国債持たなきゃいけないですよね。銀行の使命ですから。役割ですからね。その代わり、いろいろね、日銀もいざとなったらいろいろ助けてくれたりするわけですよね。何しろ、日銀っていうのは直接国債を引き受けることはできないんで、一回銀行にこう入れて、そっからですからね。その代わり、日銀からちょこっとね、日銀当座預金のところで、お小遣いをもらえるんですよね。銀行は。当座預金にはね、我々の当座預金作っても金利なんか絶対つきませんけど、決済口座ですからね。だけどつくんですよね。なんか全部で2000億くらいあるとか話ですよ。ね。で、外国債券が7432億円と、まあそうですね。これまあちょっとまだ、火種はありますね。株式が2417億ね。ちょこっとですよね。投資信託が6133億。で、まあ全体で3700、あ、じゃあ3兆7000、
3兆7498億ね。ってことになってますね。まあ、去年よりまあ、あれですね、末端増えてますよね。そうですか。でもまあ、22年の3月末に、国債が、当がですね、国内債券と2兆7000億円ぐらいあったんですからね。で、外国債券も9673億円あったですから、これがぐーっと減ってますもんね。ぐーっとね。まあいいですよね。まあいいかなというふうに、まあ思いますね。あと評価損益ですね。これを見てみると、そうですね。運用が上手かどうかわかるんですよね。で、ここはですね、21年の3月末は、2107億円の、まあ、プラスを出してますよね。で、22年の3月末は1289億円。あ、この辺で調子に乗っちゃったんですよね。ね。ところが23年の3月ね。これがもうね、こんなマイナスが出ちゃって。ね。益は249億ですけど、マイナスも284億出てるんで、もう大変だ、ってことですよね。プラマイほぼゼロですもんね。今回は、そうですね。756億。これは、そうですね。株式でね。まあ、プラスを出して、それで、国内債券と、それから外国債券ですね。これで、投資信託じゃないですよね。株式ですよね。投資信託もマイナス出してますね。まあ、こんなんで380億の400億ぐらい、ね、マイナス出してますけど、756億ね、プラスがあるんで。まあ、プラマイするとね。ね、なんとかプラスですよね。よかったですね。というようなことで。なんかね、これ詳しく書いてますけど、国内の債券の損益ですね。内訳がですね、国内債券がマイナス283億円。外国債券で56億円。国内の債券って言ったって国債だけじゃないですからね。国債等ですからね。あ、地方債とか、社債とか。そういうのも債券として入ってますからね。まあでも国債が多いですよね。でもまあマイナスですね。債券価格下がってますからね。あれ、利回りが上がるってことは債券価格下がるってことですからね。まあそういうことで、マイナス。で、合計すると、まあ110億円のマイナスだと言ってますね。あと、政策保有株式なんですけど、5年間で、23年3月末からの5年間で300億円削減する予定ですね。これは今、純資産に占める残高割合が 17.6%。それは多いですね。なね、時価残高で1651億円あるって言ってますね。それで、23年3月末に141億円って、これは多分、あれです。株価が上昇して、これ上乗せされたんですね。で、内訳は時価変動でプラス259億円ね。これはまあ株価上がったってことですね。で、削減したのが、要は株式売りましたってやつが117億円ってことですね。まあ、売ってもなおかつプラスあるっていうことで、まだ売れますよね、これ。ということで、まあ、状態としてはまあ悪くはないかなというふうに思います。まあ、もうちょっとこれ、あれですね。運用がむちゃくちゃ上手っていうわけでもないですけど、まあ、むちゃくちゃ下手っていうわけでもないかなと。まあ、ここね、ここで一挙に処理したのが良かったですよね。まあ、国債がまあ、持たなきゃいけないのはもうしょうがないんですけど、まあ、その国債で、そのマイナスをですね、補って、まあ、国債のね、価格の低下ね、それはもうマイナスになりますからね、評価損ですからね。というところが、まあ、ポイントかなと思うんですけど、まあ、モデレートですかね。オーバーヘッドレシオ。もうね、意外と優秀なんですよね。この間、どこでしたっけ？三菱 UFJ。やっと 60% 切ってましたよね。で、ここはですね、もう、すごい時は 54.6% とかなるんですよ。すごいでしょ。オーバーヘッドレシオが低いっていうことは、経費を少なくって、まあ、利益を稼げるということなんですね。だから、この 58.8% ってこの効率性を示すって言ってますよね、わざわざね。引き続き 50% 台を維持したいと。なんかね、DX やってね、人減らそうよ、みたいな。人件費減らそうよ、みたいなね。そういうことですよね。ここいいのはですね、足利銀行に対しては、まあ、救済合併みたいな感じでしょ？ね。なので、結局、システムがですね、足利のシステムっていうよりも、常用銀行のシステムですね。勘定系とかね。でそっち側も、明らかに常用銀行がイニシアチブを取れる構造にあると思うんですね。そうするとですね、やっぱそのシステム費用も少なくて済むんですよ。ですから、まあ、こっちもちょっとね、一丁紙させてくれみたいな話になってくると、話はややこしくなって、みぞみたいになっちゃうんですよね。だから、
そういう意味で言うと、常用銀行、まあ、その、あれですよ、大が小を飲み込む方が非常に簡単でいいんですよね。なので、まあ、全部そうです。メガバンクも、まあ、三菱が圧倒的ですから、三菱のシステム。これが、要するに、まあ、システムベンダーが基盤なんですよね。それで、もう UFJ とか、前ね、東海銀行とか、もう、はい、わかりました。当てやらざるを得ないんですよ。ね。から、三井住友もやっぱ住友ですから、ね。住友がもうイニシアチブ取って、はい、わかりました。でも、9行がどうとかいう、そういう話じゃないですから。ね。まあ、そういう意味で言うと、これは、地銀としてはね、合体の姿としてはいい姿ですよね。で、隣県にですね、隣の県に、合併の吸収先を求めて、預金量を増やしたというのはですね、まあ、これちょっと、戦略的には正解かなというふうには、私は思いますけどね。まあ、りそな銀行なんかもそういう意味で言うと、まあ、ある意味、いいかなと思うんですけどね。リソナ行っとけ大変でしたよね。なんか JR の人、ね、似た人がなんか行って、なんかチャッターの開け閉めからやってね、なんかそういうのが一時期ありましたけど、リソナも復活しましたよね。ということで、こう人件費がザーッとこう下がってきて、人件費うるさいっしょ、これ。ね。で、ちょっと増えてますけどね。こう増えてるのは、何が増えてるのかな？物件費が増えてるんですね。人件費は減ってんですよね。物件費が増えてる。物件費って何かっていうと、DX 関連ですね。まあこれ必要ですからね。やった方がいいですね。あと新紙幣への対応ですね。これで2億と。まあ細かくね、やってますよね。うん。非常に。ベアと初任給も引き上げるんだけど、トータル人員を減少させて4億円減らしたと。なかなかね。水戸藩シビアですよ。ね。というようなことで。あと、予診コストですかね。なんかね、一般貸し倒れ引当金が戻り入れしてる事例が多いですね。銀行ね。ちょっと、そうすると、景気としては、そこまで悪くはないのかもしれないですよね。もう銀行厳しいですからね、こういうのはね。信用コストは前年同期から35億円の改善をして、11億円になったって言ってますから。それと、ゼロゼロ融資ね、これも心配だったんですけど、この返済もですね、当初条件通り履行されて、信用コストが増加する状況にはないと。あ、そう。なるほどね。ゼロゼロ融資もうまいこと言ってるんだ。これはいいことですよね。信用コストはこうだーっとこう減ってきてますからね。ということは、ゼロゼロ融資が終わって以降、それなりの金利で、おそらくその中小企業ですからね。中小企業向けの金利、水準で、まあやってるっていうことですよね。だからその状況がまあすごくいい。経済状況、いいっていうことになりますよね。なんかね、1万件あります、ここ。ね。それで1635億円の残高なんですね。大きいですよね。でもまあ、なんか、バタバタいってるような、ゼロゼロ融資がまあ、終わっちゃってね。これでまあ、何ですか、バタバタ企業倒産してるっていう感じではなさそうですよね。というふうにまあ、思いますね。はい。それから、金融再生法の開示再建ってやつですね。これ要懸念先ですね。あと、破綻債権ですね。公正債権。これですね、ちょっと、まあ、高めですね。1.51 なんで、これ1切ってほしいですよね。0.8 とかね。ただ、まあ、破産公正債権自体はもう、138億ぐらいなんで、まあ、そんなにないですよね。それで、危険債権ね、多いですね。1497億円。要管理債権293。やっぱね、ちょっと多いですね。貸し出しに占める割合としても、この危険債権のところ、ちょっと多いですよね。もうちょっとこれを落としていかなければいけないですね。まあ、落としていってますけどね。企業倒産状況ね。やっぱね、栃木がありますからね。これは茨城県の倒産状況ですけど、これ減っていってますね。なんかね。栃木も、まあ、減っていってますよね。でもそんなに悪くないですね。という感じですね。あ、ここで株主還元出てきますね。昨年11月に株主還元方針を見直して、総還元成功の目安を 30% 以上から 40% 以上に引き上げたと。あ、そうだったですかね。で、本年2月20日に7200万株、発行済み株式の 6.61 の焼却を予定していると。そうですね。やっぱ新たにね、自社株買いをさらにね、やってもらいたいなというふうに思いますけどね。これ 40% で総還元成功やってきたっていうのはちょっと意欲的ですよね。少しは考えてるんですね。プライムですもんね。こいつ。一応。プライム。1倍からほど遠いですから。なんとかしなきゃいけないですよ。ね。というふうにも思いますけどね。そ
総還元成功ですか。ということは、まあ、自社株買いも、まあ、組み合わせてやってくるということになろうかなというふうに思いますね。23年度、12円、1円増配。しょぼいな。芽吹きフィナンシャルの自己資本比率ね。これは、自己資本告示に定める自己資本比率ですね。リスクアセットに対するね、自己資本がどんくらいあるかというね。これはまあ安全性を測る基準なんですね。これ 10% 以上あればもう OK ですね。13.32% あります。良いと思います。ということで、あと、まあ、業績予想の変更は、まあ、ありませんので、まあ、こうね、400億ですね、の当期純利益を出せようということでございますので、まあ、これはですね、先ほど来見たようにですね、行くんじゃないかなと。ね。あと78億ですから。ね。と思います。で、問題は、まあ、ここ一応中継を作ってるわけなんですよね。なので、まあ、その中継に沿ってですね、さらに業用を拡大してですね、で、何よりもですね、やっぱ株主還元をね、やってもらいたいなというふうにね、もうちょっとダイナミックに、というふうに思うんですけどね。預金がですよ、17兆2827億円もあるんですよ。17兆ですよ。17兆の地銀はなかなかないです。ね。でかいです。で、しかも、ね、預金が増えてるということね。これは非常にね、いいと思いますね。まあ、地銀3個分ぐらいの預金ありますね。本当に。なので、芽吹きは、まあ、面白いかな、というふうに思うんですけど、まあ、その分だけね、まあ、国債も結構持たなきゃいけないというね、宿命があるんですよね。だけど、まあ、まあまあ、貸し出し金の利回りが結構な、0.9 とかでよく貸せますよね。すごいっすよね。本当に。大したもんだなぁ。渋いんでしょうね。っていうふうに思いますけどね。まあそんなことでね。まあだから住宅ローン関連とか、無担保ローンとか、まあそういうのがね、まあ結構効いてるのかもしれないですけどね。ということで、ですね、まあいろいろ見てきましたけど、まあめぶきフィナンシャルグループね。めぶいてますね、ちょっとね。っていうふうに思います。なので、まあ、これね、通期の決算ですね。これもまあ問題ないんじゃないかなというふうに思います。まあ、だいたいこう、700億台に来てますんで、こっから700億ぐらい乗せるイメージですかね。多分。というふうに思いますね。売上イコールではないですからね。700億台に乗せる。とても3000億ぐらいですかね。これより下回るかもしれないですけどね。ひょっとしたら、売り上げはですよ。まあ、下回るかもしれないですけど、利益はいきそうですね。でも、これ、売り上げ下回った方が、まあ、次ね、ちょっと予想を出しやすいけど、まあ、基本的に銀行はまあ、まあね、ここの最終利益しか出してないところが多いですからね。まあ、なんとも言えないですけど。経常収益が、まあ、上がることイコール利益というわけでもないですからね。いろいろ絡みますんでね。そこはまあ、ちょっとね。注意が必要かなと思いますけど。まあ、とりあえず、そうですね。まあ、私としては、まあ、まずまずかなと。まあ、そんなにこう、喜べ、万歳みたいな数字ではないですけど、まあ、いいかなという感じの、数字でございました。今日はね、まあ、なかなか、芽吹きについて、あまり詳しく見た動画はないんで、今日は芽吹き一本だったんで、非常にちょっと深掘りしてね、じっくりと、ちょっと覗いてみました。ということで終わりたいなと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資劇。本日はここまでです。まあ適当なチャンネルでございますけれども、ですね、まあ面白いなと。ね。まあ、見てやってもいいぞみたいな。ね。変なじじいだなみたいなね。まあまあそうなんですよ。でもまあお気に召したらですね、チャンネル登録お願いしたいなと。あとですね、高評価ボタンもお願いしますね。で、リクエストね。こういう銘柄の決算がないときやりますんで、しばしお待ちあれということで、よろしくお願いしたいと思います。本日も長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。